ごちそうさま。お腹いっぱいだよ。ごちそうさま。お腹いっぱいだよ。これからもあんたの血飲んでもいいかな。やっぱりダメかな。心配しないで。お姉ちゃんとローテーションはちゃんと組むから。じゃあ私もう行くから。し、吸わせてくれてありがとう。くよくよしても仕方ないですよ。行きましょう。セーブするブロックを選ぶでちゅう。上書きセーブ中でちゅう。電源を切ったりしちゃダメでちゅう。セーブが終わったでちゅう。セーブするブロックを選ぶでちゅう。セーブ中でちゅう。電源を切ったりしちゃダメでちゅう。セーブが終わった。セーブしれないの。うん、分かってる。それじゃあまたね。うわ、びっくりした。なんであんたがここにいるのよ。私たちは誇り高いヴァンパイア。あんたに心配されなくても全然平気なんだからね。キモい。なんでニヤニヤしてるのよ。違うわよ。誰にも聞こえないように近づいただけ。さっきはありがとう。ちょっとだけ嬉しかったんだからね。でもさっきのこと誰かに言ったら殺すからね。わかればいいのよ。
何よ、あんたに会いたかったわけじゃないんだから。なかなかの尻。私のこと、お前のすべて。つくねさん、やっほー、はあ、いいに。あ、つくねさん、今お帰りですか？そうなんですけど、すごい問題児なんです。初日からエスケープなんて、頭が痛いわ。何か熱中できるものがあれば、この子たちのモヤモヤも解消されるんでしょうけど。音楽祭？悪いけど遠慮しておくよ。なんか気分じゃないんだ。申し訳ありません。海外旅行？それって目的地は決まってるの？じゃあ、ギリシャとかは？ええ、確か繋がってたはずよ。ちょっとミーティングさせて。1秒も惜しい。はい。ご通行中の皆様、音楽祭に出場する音無し三姉妹が挨拶に参りました。リン、次分かってるよ。ロクは自分で言えばいいのに。転入して日が浅いけど、みんな応援してくれよな。応援してください。頼むよ。なあ、この通りだ。あっちゅう間に夜でちゅう。私たちの無限用は、私たちにドキドキする相手にしか効果がない。じゃあどうやって学園のみんなをしもべにするのさ。答えは至ってシンプル。学園のみんなをドキドキさせればいいんです。今なら、音楽祭が開催されるこの時期だけなら、私たちにはできる。確かに私たちは落ちこぼれだけど、音楽の才能だけはあるからな。
よし、実家に帰るための計画を復唱するぞ。おう、音楽祭で優勝し海外旅行ができる権利、つまりギリシャへ帰れる権利を手に入れた上、私たちの演奏でドキドキした男子生徒を無限用で根こそぎ魅了し、しもべにする。よし、完璧だ。お母さんの課題もクリアできる上、実家に帰る手段も手に入るなんて、音楽祭様々だな。今日の放課後、種はまいた。よし、早速無限用だ。無限用なのか。音楽祭で優勝してからでいいのでは。そうだよ、ライブの後にしようぜ。もしそれでミスったらどうするつもりだ。考えただけで胃が痛くなってくる。小心者。なんだその目は。なんか文句あるのか。別に。ああ、仕方ないか。それではみんなの総意が取れたところで、リン、レン、行くよ。無限用だ。はい。ここまでをセーブするでちゅ。セーブするブロックを選ぶでちゅ。上書きするセーブ中でちゅ。電源を切ったりしちゃダメでちゅ。セーブが終わっ、セーブする。
あっちゅう間に次の日でちゅー。